北朝鮮はきょう午前、弾道ミサイルと見られるものを発射しました。すでに日本海に落下したと見られ、防衛省などが現在分析を進めています。防衛省などによりますと、きょう午前、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが日本海に向け発射されました。ミサイルはすでに落下したと見られています。韓国軍もミサイルの発射を確認していて、 アメリカと韓国の情報当局が分析しています北朝鮮は先月18日にも長距離弾道ミサイルの火星17を発射し日本の EEZ、排他的経済水域の内側に着弾させています北朝鮮は9月25日以降、異例のペースでミサイルの発射を繰り返しています